ペンサコーラ910寿命艦、ペンサコーラ910寿命艦、ペンサコーラ9 0寿命艦、ペンサコーラクラスヘビークルーザースは、アメリカ海軍が最初に建造した、従巡洋艦の艦級である。ワシントン軍縮条約の制限下で1925年度海軍計画において、当初は、軽巡洋艦として、設計、建造をされた。ロンドン軍縮条約の締結後、 艦種の類別を変更されて、アメリカ海軍初の条約型重巡洋艦とな、2隻とも戦後になって、ビキニ関省で行われた、原爆実験の標的艦にされた。当初、ペンサコーラ級は、ワシントン条約か、軽巡洋艦、それぞれ CL-24、CL-25 として、条約制限であった、基準排水量1万トン以内の9100トン。 8インチ、20.3センチメートル、3連装4機12門で建造される予定であった。しかし、関係の拡大を抑止するために、艦首側と、艦尾側の砲塔を3連装から連装に改められ、艦首から1番砲塔は、連装、高所に位置する2番砲塔と3番砲塔は3、連装、4番は、連装の8インチ砲、計10門に抑えて建造された。 1929年から1930年にかけて巡航し、ロンドン軍縮条約が締結されたため1931年7月に艦首を重用艦に分類された。船体形状は同時期のアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級と同様の艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平ら艦板型船体である。クリッパー型の艦首から新設計の マークス級メ0 3 c m 5 5口径砲を連装砲塔に収め監視甲板に一機、その背後に三連装砲塔一機を背負い式配置した。その上に司令塔を組み込んだ箱型環境を基部に持つ開放型の三脚式の全部マストが立ち、頂上部に射撃式書が設けられていた。三脚章の背後に二本煙突が立つが、本級の機関はオマハ級に引き続き、 シフト配置を採用しているために、前後の煙突の間隔は広く取られていた。煙突の間は水蒸気の運用スペースとなっており、射出型パルトを片原に一機ずつ、軽二機配置した。水蒸気は二番煙突の基部についたクレーン一機により、要集される。二番煙突から後方は関西艇置き場となっており、後部環境の基部配置するクレーンが片原一機ずつ。 計2機により運用された。2番煙突の左右原則に53.3センチメートル3連装魚雷発射管が配置し、開口部から出された。副武装の広角砲は、環境と水の左右に1機ずつ配置され、片原2機計4機配置された。2番煙突から、後ろは全部の半分程度しかない背の低い三脚式の後部マストが立ち、その背後に、 後ろ向きで三連装砲塔と連装砲塔が背負い式に一機ずつ後部甲板に配置された。なお、本級は前述の通り三連装砲塔を上部に配置しているが、三連装砲塔は環境と後部環境に接近して配置されたため、原則に向けて停車した場合は、爆風と衝撃波が上部構造物を襲い破壊した。このため、 後に近代化改装を行い上部構造物の補強工事を行ったが、これに伴う重量増加でさらなるトップヘビーとなり、動揺性が悪化し船体の沈降により、主走行体が沈下してしまった。船体の軽量化に伴う強度不足により巡航後に完備の構造材に亀裂が生じている。また、排水量を9000トン台に抑えるしわ寄せは、 巡洋艦に必要不可欠な外洋航行性能に、及び、低い還元から来る両派性の悪さは、海軍の師匠たる、イギリス海軍からは、前代戦時の軽巡洋艦と航行性能を比される、始末であった。また、オマハ級同様に本級も、船体内部の溶石不足が指摘されており、特に上院からは、士官、水兵双方から居住性不足の意見が、設計局に出ている。 手法は新設計のマークス 920.3cm55 口径砲を採用している。性能は重量 97.5kg の砲弾を最大行角41度で 29,130m まで届かせることができた。不要能力は行角41度、不角10度で旋回角度は旋回守備線方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は毎分3から4発である。同世代の従順洋艦が主砲門数が8門であったのに対し、本級は10門という強力な火力を有していたが、前述の動揺性にもしのげなみ性にも劣る戦隊のために主砲散布界は広く、せっかくの10門という火力を有効に使えたとは言い難いものであった。砲は、 1 2 7ル、二2 5口径広角砲を採用した。この砲は2 4 4 3ラムの砲弾を最大行八85度で高度8 3 5 2ル、体幹用として行四45度で1 3 2 5 9ルまで届かせる性能があった。旋回と不行は電動と人力で行われ左右方向に百五十度旋回でき不行は 行八85度、深く15度で、発射速度は、毎分15から20発だった。これを単装砲がで4機搭載した。他に、手法では、対抗不能な相手への対処として 53.3cm、水上三連装魚雷発射管が、片言1機ずつ、計2機装備された。後に、対空兵装の強化により 12.7cm 降格砲は、 倍のノ機八門8に加え、40mm、60後継機関砲4連装4機に 20mm、70後継機銃2乗、12.7mm、機銃8丁が追加されたが、これの代償として、魚雷兵装は撤去された。本級の防御力は、同世代の英物の従順洋艦よりも強固であった。原則の水泉武装甲は、 英物の従順洋艦が25から3 0ト、mm、ル程度であったのに対し本級は6 4ト、mm、ル装甲を持ち、これを上下幅4ルの範囲に装着し水面から高さ2ル、水中に2ルの範囲を防御できた。しかし、肝胆防御は2 5ト、mm、ルで、英物と同等の厚さである。特筆すべきは弾薬庫防御で、主装甲とは別個で、 原則 102mm、上面 38mm の走行で弾薬庫を多い防御していた。耐水雷防御は弾薬庫の側面部のみ一層の燃料層で防御しているのみで、区画再分化や浸水対策は不十分であった。本級の機関は高温蒸気を使用するホワイトイコールフォスター式重油戦浄水管管を発揮とパーソンズ式。 ギヤードタービン4機4軸推進で最大出力10万7000馬力、速力32.5ノットをおけ試みで発揮した。本級の機関配置は前述の通りシフト配置方式で監視からボイラーに機ずつ、収める第1機室と第2機室の背後にタービン機関2機を収める第1機関室、水密隔壁を挟んで第3機室と第4機室の背後に 第2機械室の順番で配置した。本級は、オマハ級より継承された、シフト配置により前日の脆弱な水中防御を、機関配置で補っていた。竣航後は、ハリブ海、ペルー沖や太平洋で訓練に当たった。海戦時、ペンサコーラは、南太平洋で、警戒任務に従事し、ソルトレイクシティは、航空機の輸送を行った空母エンタープライズの護衛中で、 真珠湾攻撃が通報されると捜索に協力したが、発見することはできなかった。その後、ペンサコーラは、南太平洋海戦に参加した後、ルンガ沖野戦で、日本海軍の攻撃で大破し、行動不能に陥ったが、沈没は逃れ、島に寄り添って隠蔽された。修理の後、1943年11月には、戦線復帰し、ギルバート諸島攻略に参加。 ソルトレイクシティは、東京空襲で、空母ホーネット、補給船団護衛中の空母アスプの護衛など初戦は、空母機動部隊の護衛に従事した後、サボ島沖海戦、アッツ島沖海戦などに参加し、アメリカ海軍水上戦闘、打撃部隊の一員として、重要な役割を担った。その後は、両艦もにレー沖海戦、伊王島、攻略、沖縄戦などに参加し、 終戦後の1946年7月、原爆実験の標的として使用され、損傷した。ペンサコーラは1948年11月に処分され、ソルトレイクシティは同年の1948年5月に標的として使用、沈没した。ペンサコーラは東京ローズからグレーゴースト灰色の幽霊と呼ばれた。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。